じゃあ休もうぜ。何も心配はいりませんよ。少しでも痛みが和らぐと良いのですけれど。ルナ・フレーラ様。命を育みし星よ、人々を闇よりお守りください。申し訳ありません。すぐには無理なのですが、何日かすれば。なんという。ありがとうございます、ルナ・フレーナ様。ルナ・フレーナ様、今朝村を出てようやく。おつらいでしょう。はい、いえ、本当にありがたいことで。では始めましょう。町でかくまってやりゃよかったのに。本当だよ。俺んち来いってな。なあ、神さんを追い出すわ俺。ドクター、オートに戻ってからも鍛錬を続けろよ。なんだよいきなり。結婚後は世界から注目浴びることになんだろう。え、そうかな。今もそうだけど、あんま気にされないんじゃない。なんだよそれ。今もまだ気にされていないからこそだな。パッとしねえまんまじゃルナ・フレーナ様がお気の毒だろう。あーそうか、ノクト、ルナ・フレーナ様にふさわしい男になんないと。カンナギの公務でただのお荷物になっちゃ恥かくだろう。まったく好き勝手言ってんな。ここから先は簡単には引き返せない。行くのかい。本当に大丈夫。巨神がメテオを受け止めた時、一部が砕けて飛び散った。使われているのは周囲で見つかる欠片の方だ。でけえのは今でも巨神が支えてんだろ。ご苦労なこったな。肩も凝るだろうね。その分ダスカ近辺の巨神やメテオへの信仰は熱いと聞く。実際あの下ってのはどうなってんだろうな。かなり暑い場所へ入ることになるが、カメラは大丈夫か。ああそうだね。隕石の炎なんて言ったらどうかな。壊れても買えはねえんだろ。車に置いてっか。いや持ってくよ。せっかくメテオの近くに行くんでしょ。巨神の姿も見えるかもしんないし。写真に収めなきゃ気が済まねえか。置いてって取れないより持ってって壊れる方が後悔しない。かっこいいなって思うと思ってる。ああ頑張れ。イグニスのメガネって熱は平気なの？おそらく問題ないと思うが。ダメになってもそんなに困んないだろ。極端に悪いわけじゃねえしな。え、そうなの？まあないと何も見えないわけではないんだ。えー
だったら普段取っとけば。いや、そこは違うんだよな。はっきり見えねえと気分が悪いんだと。まあ、ぼやけているのは好きじゃない。はあ、やっぱきっちりしてんだね。イグニス、運転席以外って気分どう？恐ろしい。恐ろしいのかよ。昔の王子の運転を知っている身としてはな。そりゃどうも。本でも読んでろ。気がまついたよ。嘘じゃねえだろうな。俺がいつ嘘ついたかな。基本嘘っぽいっていうか。ま、信用ならねえな。おーい、俺だよ俺。ここ開けて。え、開いたし。ほら、一緒に来てよかったでしょ。こう見えて俺顔が広いんだよね。神様はこの先にいらっしゃるよ。帰るの？無事に君たちを送り届けたからね。それじゃご機嫌よう。奇妙な男だったな。できれば二度と会いたくない。うわ、すっごい嫌ってるね。あの人って神話に詳しいのかな。結構知ってる感じだよな。この先に行けばいいのか。封鎖までして何してやがるんだが。遺跡か。あれ、一体何？王の墓がこんな場所にあるとは。お力を借りてかねえとな、王子。ああ、そうだな。できるぞ。危険だ、離れろ。ノクト、止まったか。ほらよ、上がれ。目覚めのようだな。こいつが俺に何か言ってんのか。大丈夫？ノクト、無事でいるようだな。上がってこられるか。いや、こっちに道がある。先行ってるわ。降りられる場所探せ。分かった、俺たちも進んでみる。無理はするな。ああ、どっから行くの？
ション。